日は東京ゲームショー2012カプコンブースにお越しいただきまして誠にありがとうございます。それでは早速この方々をお呼びいたしましょう。バイオハザード6エグゼクティブプロデューサー小林博之さん、ディレクターの佐々木栄一郎さん、そしてプロデューサー平林義明さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。こんにちは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 。はい、ということでご登場いただきました小林博之エグゼクティブプロデューサー、佐々木栄一郎ディレクター、平林義明プロデューサーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、たくさんのお客様がこの東京ゲームショー最終日バイオハザード6ステージに集まってくれました。はい、すごいですね。すごい人が集まって、はい、もう日曜日もね、雨の中ありがとうございます。そして生放送のご覧の皆様ありがとうございます。なんと、日本ゲーム大賞2012フューチャー部門賞を受賞いたしました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの投票のおかげだと思います。ありがとうございます。はい、本当に嬉しいです。はい、ということで、はい、この大注目のタイトルをこれからたくさんご紹介いただくわけなんですが、はい、今日はね、お三方でたっぷりと紹介していただけるということなので、よろしくお願いいたしたいと思います。ではでは、たくさんお話を伺いますので、どうぞおかけください。さあ、まずは何からご紹介いただけますでしょうか。これ持ってます。はい、すみません、今スタッフの方が取りに来たんですけど、持ってます、はい、見せびらかしながら。ですね、まずはですね、せっかく東京ゲームショーなので、ここのステージ用のスペシャルの映像をご用意しましたので、皆さんと見たいと思います。映像の方お願いします。He's sterilizing the area. I've always valued your friendship, Leon. It's all my fault. What are you talking about? Tell them everything. Everything we know about the Raccoon City incident. What the hell? You can't hide from your past. No matter where you go or what you do. Does he know that Wesker was my father? Because of Simmons. No! I need you to take care of Sherry. What happened to the legendary Chris Redfield, huh? What happened to you? But they're gonna get killed. Then that's their choice. Now move! ということで、映画のような迫力のね、6の魅力がたっぷり詰まった映像からご覧いただきました。はい、もう本当に実際にね、ハリウッド映画を実際に自分で操作するような感じで、楽しめる作品になっていると思います。はい、
さあそれではですね、はい、映像でかなり皆さんもテンションが上がったところで次は何をご紹介いただけますでしょうか。はい、そうですね、バイオハザード6はですね、本当に、すごいドラマチックな群像劇を描いてます。そこでストーリーとキャラクターを、ディレクターの佐々木の方から簡単にちょっと紹介したいと思います。はい、ですね、今回はですね、シーウイルスという新しいバイオ兵器が登場します。このウイルスがですね、アメリカ、そして東中国、もう世界中にね、巻き起こるというか、席巻するんですね。でこのウイルスを、きっかけにした事件、ある事件があるんですが、はい、これに相対するのが、今回の7人の、主人公たちです、はい。この主人公たちですね、それぞれの立場、それから属する組織というものが全然違ってまして、それぞれの組織にある理念に従って行動したり、また自分自身の信念を持って行動したりする人たちなんですが、こういう人たちがですね、一つの事件に相対した時、同じ事件なんですけども、それぞれがどう考えてどう行動するのか、それからですね、そういう立場の違う人間たちが一つの事件を通して出会った時にどのような化学変化をお互いに与え合うのかっていうところが今回のシナリオの最大の見どころになってます。でこの7人の物語なんですけども、今回ですね、4つのシナリオに分けて構成してます。でポイントとしてはですね、この4つのシナリオそれぞれで全く異なる恐怖を味わえるということなんですね。ほうほう。例えばレオン編、レオン、ヘレナ、合衆国エージェントの2人ですね、はい、この2人の物語はですね、ある種ベーシックなゴシックホラー、今までの、ね、ちょっとしっとりとした感じのスローペースの、はい、ゾンビホラーの王道みたいなものを味わえる、シナリオになってます、はい。それからですね、クリス編、クリス・ピアーズですね、はい、これは対バイオテロ組織 BSA の、屈強な男たちの、ドラマなんですけども、はい、もうその頼れる男たちがですね、シナリオが進むごとに、一人また一人とですね、いなくなってしまう、命を落としていく、どんどん心細くなっていくんですね、はい。でこういう心細さ、恐怖っていうのはまた他のシナリオでは味わえないものになってます、はい。それから、ジェイク編、ジェイク・シェリーの物語、ジェイクは今回新しく登場する若きヒーローですね、はい。それからシェリーはバイオ2の、はい、ね、小さかった女の子がこんな綺麗な女性になると、大人になって戻ってきました、はい。この若い2人の物語はですね、常に、何者かに追われるというような恐怖を味わえるようになってます。強大な敵がですね、この2人を捕らえに来るんですね、はい。でそこから、ずっと逃げ続けなければならない若き2人の逃亡劇っていうような、テイストのシナリオになってます、はい。それから最後エイダ編ですね、ミステリアスな女スパイ、はい、ね、今回も活躍するんですが、うん、実はこのシナリオなんですけども、このシナリオだけ、シングルプレイ専用モードになってます。お、ちょっと特別なモードなんですね。そうなんですよ、はい。でこれが、いわゆる、クラシックなバイオハザードのプレイスタイルに一番近しいシナリオになるんじゃないかなと思ってますね。他のシナリオだとね、パートナーと共闘して、2人で敵と戦うこともできるんですが、うん、エイダ編はもう孤独な戦いを強いられると、うん、言ったことになります、はい。大変ちょっとね、歯応えのあるシナリオというか、結構謎めいたところのパズルも、はい、そうですね、謎解きなんかもね、はい、ありますんで、はい、昔からのファンの方もね、満足いただけるんじゃないかなと思ってます、はい、はい。いきなりエイダ遊べるわけじゃないですからね。レオン、クリス、ジェイクのストーリーをクリアしたら出てくるストーリーなので、はい、だから特別扱い、うん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 、はい。でこの、4つのストーリーがね、はい、今回クロスオーバーということでいろいろ絡み合って、うん、ストーリーだけじゃなくてゲームも絡み合うので、その辺はちょっとプロデューサーの平林から簡単に紹介したいと思います、はい、お願いします。はい、もうテロップ、出てる通りなんですけれども、この4つのストーリーが、それぞれいろいろなところで交差していきます。ストーリーだけじゃなくて、この交差しているポイントではゲームプレイも交差していくんですけれども、はい、レオンにしてもクリスにしてもジェイクにしても基本的には2人、はいはい、プレイできるんですが、この交差するポイントでは、この2つのストーリーが交差するということは4人、はい、そうですよね。で、はい、ネットワークを使っていただいている場合はコーププレイが最大できると。あ、すごいですね、はい。もう至る所にどの、はい、ストーリーでもありますので、はい、楽しみにしておいていただければと思いますというところで、はい、ここでこうつらつらとお話しするのもなんなので、はい、今回エイダとレオンの、はい、そのクロスオーバーポイントが
実機の方で、お見せできますので、はい、佐々木ディレクターの方には用意をしていただいて、はい、はい、では早速ご準備をお願いします。はい、はい、実機でね。でディレクターの佐々木にはですね、あのエイダをプレイしてもらいますので、はい、はい、エイダのストーリーをやってるとレオンとヘレナとクロスオーバーすると。そうですね、うんうん、あの本当にもう世界のどこかの誰かが、まあ、同じようにレオンをプレイしてて、はい、しかしその同じクロスオーバーポイントに到達した瞬間にいつの間にか、自分がプレイしている奥にいる走ってるレオンが世界のどこかの誰かがこうプレイしているレオンと、はい、いうような形になったりします。あーすごい、はい、ちょっと実際に今見れるということなので、はい、よろしくお願いいたします。ちょっとまずデモからゆっくり見てください。Like you've seen a ghost. Ada, what the hell is going on here? It's complicated. This isn't the time or the place. Hi. What the play? Play. These walkways won't hold. We need to get to the lower levels. So sorry, Deborah. It's all my fault. Elena, get away from her. Stop! Don't shoot, please. はい、もうプレイスタートしました。やばい、説明しないとしばらく見入ってしまったんですけど、あの、まあ、お話的には、まあ、中盤の頭のあたりではあるんですけれども、はい、あの、まあ、ヘレナが何か秘密を持っているという形で、進んでいくんですが、その秘密がどうも妹に関わることで、はい、もう今こう目の前でデボラ、はい、デボラと叫んでいるのが、うん、実はこうカプコンブースでずっとループで流している映像のドア玉の秘密にちょっとこうつながりがあるぞというところで、今ここ、そのまま見ていただくとエイダと実は今レオンがちょうど今パートナーになってるんですね、うんうん、はい、でヘレナが単独行動で動いてます、はい、こういう、こうクロスオーバーポイントでは2つ の, そのストーリーが交差するというところでパートナーも、時折入れ替わるというような形になります。レオンがね、だからちょっと指輪もらったんですけど、okay. まあ、アイテムですね、はい、で、まあここはこれヘレナはあの別のルートから進んでいってるんですけれども、やっぱりこうルートが違うので時折やることも、はい、ルートごとに違うというところで、まあレオンのストーリーをねやってたところと別の視点で描いてるシーンですよね、エイダの視点でね。でこうヘレナの方に道を切り開いてもらいながらの協力プレイで進むこともあるぞと。はい、デボラが、デボラが攻撃してきました。Watch out, you two. She's strong. Watch out for yourself. はい、今日はね、いろんな武器をエイダ持ってますんで、多分、はい、佐々木ディレクターがいろんな武器でデボラを攻撃してくれると思います。で今、スナイパーライフルですね。
あの武器ごとでカメラワークもちょっと変わるので、はい、そうですね、はい、まあ本当にいろんなステージとか武器とかでちょっとずつまあ、カメラの方も調整してますというところで、はい、自分なりのやりやすいものを見つけてもらったらいいかなと思います。はい、まあ、ここのクロスオーバーはね、シーシェンの時に分かりやすいとボス戦です、はいはい、クロスオーバーが必ずしもボス戦というわけじゃなくて、今回はこのストーリー上デボラと戦うボス戦なんですが、雑魚で全滅する戦闘のクロスオーバーのシーンもありますし、いろんなゲームとしてね、バリエーションがあります。周囲のものを使いつつ相手にダメージを与えていきます。まあ、もちろん、まあ、前作でもありましたけれどもリアルタイムで武器を、変えていけますので、はいはい、状況に応じてやっていただければと思います。うん、はい、あとそのゲーム的に画面内にいろいろマーカーが出てるんですけど、あと右下にも太陽ゲージ出てますけど、オプションでオフにすることができますので、まあ完全に世界観に浸りたい方はもうオプションでオフにしてみてください。まあなかなか手強い敵なので、3人がかりで戦ってるんですけど、なかなか倒せない。かなりやりごたえがある。多分ね、倒すとこまで今日いけないと思いますね、時間的に。まあ、エイダのストーリーはね、その3人のストーリーをクリアした後に出てくるストーリーなので、はい、若干難しくなってるっていうのも、そうですね、まあ、謎にしてもこういろいろ敵にしても、はい、もうやり慣れてある程度こう腕が熟練してくると思うので、ね、そういう方しかたどり着かないようなね、仕様になってますけどね。はい、まあ、ただ、はい、今回シックスはいろいろと、ちょっとプレイは残念ながら終了です。はい、切り替えてください。はい、はい、コメントどうぞ。はい、まあまあ、今武器でいろいろこう攻撃を与えてますけれども、はい、いろいろなその状況によって、アクション、体術で、最終的にこう固有の攻撃を与えてダメージを与えれるということもありますので、まあ本当に、遠距離で銃ばかりではなく近づいて攻撃とか、そういうようなところも試してもらえればと思います。はい、わかりました。ということで佐々木さん、プレイの方ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ですね、まあ、実際これはね、まあ、エイダで、レオンとヘナとクロスオーバーで3人なんですけど、まあ、例えばジェイクとシェリーだったら、2人でプレイしてて世界中の方と2人で4人でクロスオーバーできますの で、コープも最大4人でコーププレイできるんですけど、はい、まあ、オンラインをちょっと苦手だな、オフラインでやりたいなってお客さんは当然オフラインでですね、ご自宅で2人で協力プレイで、例えばレオンとヘルナっていうのも遊べますので、はい、そういう遊び方もぜひ楽しんでください。はい、はい、そしてですね、バイオシックス、まだまだいろんな情報がありまして、はい、ネットワークプレイがいろいろあるんですけど、その一つ何か情報をディレクターからお願いします。そうですね、はい、我々開発陣もね、ある種夢の、企画なんですけども、はい、ついに敵キャラクターを操作してプレイヤーキャラクターと対戦できるというようなモードですね。エージェントハンドモードというコープモードを用意いたしました。はい、これをやってみたかった方かなりいるんじゃないですかね。きっとそうですね。はい、でちょっとこちら説明する前にですね、はい、映像を流しながら、はい、はい、ですよ、はい、すでに、はい、お願いします。はい、本邦初公開のね、映像がちょっと出るんですけど、はい、ネットの方でももうエージェントハンドの映像は流してるんですけど、ここ TGS のみで別の敵キャラが、プレイできている様を見ていただこうかなと思います。はい、お願いします。はい、このエージェントハードモードですね、今これゾンビ操作してます。はい、レオンじゃないですよ、ゾンビを操作してます。はい、ゾンビプレイ中です。はい、他のユーザーさんが、ね、遊んでいるキャンペーンモードに乱入することができるんですね。で、他のユーザーさんが、まあ、キャンペーンごとにいろんな恐怖に出会うんですが、戦闘においてですね、ユーザーさん自身が敵役となって、はい、他のユーザーさんに対して恐怖を与えてあげましょうというような趣旨のモードになってます。はいはい、で実際にはですね、まあ、ちょっと、プレイヤーと真正面から戦っちゃうとなかなかプレイヤー強いので、 そこはですね、ゲーム中出てくる他の AI の敵とかですね、うんうん、また
同じキャンペーンに2人のユーザーさんまで敵役として乱入することができますので、はい、他のユーザーさんと協力して強いプレイヤーをなんとか倒していただけたらなというふうに思います、はい、まあ、死んでも死んでもその場ですぐ生き返ることができるので何回でもチャレンジしていただくというところで、はい、はい、あとこれちょっと画面変わりました、はい、ジュアボですね、ジュアボですね、このゾンビじゃなくてジュアボですね、はい、この敵の、ね、特徴はね、プレイヤーに攻撃を受けた箇所がどんどん変わっていく、変わった時にですね、今これ見てください、右腕がですね、ちょっと何やら触手のような、はい、ものに変わるんですけども、はい、これでアクションも攻撃方法も変わるんですね、で当然そのモードそのままプレイヤー操作、できます、はい、はい、これ今 ね遠距離にいるプレイヤーをこう近くに引き寄せるような行動なんかねできちゃうんですけども、この辺打たれましたね、そうですね、この変異自体ランダムなんですよね、はい、でこのまたね、もう一つの特徴として、プレイヤーの攻撃によってさなぎになってしまうことがあるんですね、さなぎになると、体が全く違う生物に生まれ変わります、はい、でこのもちろん生まれ変わった先の敵キャラクターも使うことができます、はい、はい、これも運によってなんですけども、はい、運が良ければすごい強力な敵キャラクター、こんな敵キャラクターに生まれ変わることもあるかもしれないので、はい、その時がプレイヤーを倒すチャンスですね、はい、プレイヤー側からしたらもう悪夢ですよ ね、 敵ですね、賢いし、本当にね、コスプレもレオンとかね、はい、クリスとかエイダとかジルとかいるんですけど、うん、ぜひ敵がプレイヤーになったんで、ゾンビとかジャブとかやってほしいですよね、やってほしいですね、はい、はいはいはい、ということで、はい、新たな目線で楽しめるモードをご紹介していただきました、はい、まだまだちょっと情報がありますので、はい、平林の方からお願いします、はい、そうですね、もう4つの、ストーリーで、まあ、もちろんマーセナリーズも入ってますし、このエージェントハントモードも入ってます、うん、かなり大きい、ボリュームの、コンテンツにはなってるんですけれども、これを最後まで遊んでいただくために、ちょっと新しい、サービスの提案をしたいと思ってます、どうぞ、はい、はい、レジデントイビル .net という形のサービスで、はい、こちら、まあ、レジデントイビルと馴染みがない方もいらっしゃるとは思うんですけれども、これ、うんうん、実はバイオハザードの海外版のタイトル名称になります、はい、なので、まあ、ここからこうちょっと覚えていただければなと思うんですけれども、はい、こちらの完全無料の、ゲーム連動型のウェブサービスになります、まあ、要はホームページですね、はい、はい、通常こうゲームをプレイしていっていただいたその自分のプレイ履歴みたいなものが、このホームページの方で情報を整理されて、まあ、ビジュアライズされますと、うん、で例えばこれ宇佐美さん、はい、プレイしていると、はい、非常にこう命中率は高いけれども、うん、ヘッドショット率はちょっと低いと、あ、そんな細かいところまで、はい、そういうところが、まあ、さらにこう小林さんとこう自分のそのプレイ履歴を比較して、はい、こちらの方は自分が勝ってるけど、うん、まだまだこっちは負けてるなとか、そういうようなところのこう会話のコミュニケーションの元にしてもらったり、はい、またこちらオンラインイベントという形で、うんうん、はい、定期的にカプコンの方から、うん、まあ、何かしらの提案をさせていただきます、イベントの提案をします、そうです、はい、例えばこうゾンビ1万体をこの期間にみんなで倒しましょうと、はい、ほうほうほう、もうそこから用意どんで、皆さんが倒したゾンビをネットワーク上で集計していきまして、その1万ポイントぜ、はい、まあ、1万体全部倒したら、はいはい、皆さんにご褒美、ご褒美が、ほうほう、はい、じゃあこのご褒美何なんだというところで、はいはい、このレジェンドイビルドットネット専用の RE ポイントというもののポイントを用意してまして、はい、このポイントを、いろいろと普通にゲームプレイしてもらってもたまりますし、うん、オンラインイベントに参加してもらってもたまります、うん、でこちらのポイントがたまると、追加で、はい、まあ、いくつかコンテンツ、プレゼントするんですが、はい、マーセナリーズ専用の、はい、ここでしか手に入らない専用のコスチュームなども用意していますので、ぜひ、はい、製品購入と同時に、こちらの方にも、入っていただければ、よりゲームの方を深く広く楽しんでいただけるんじゃないかなと思います、はい、このサービスは無料ですの で、 そうですね、皆さん登録をぜひしてください、ちなみにこちらホームページとは言ったんですけれども、別に PC を持ってない方々でも、はい、スマートフォンの、アプリの方にも対応していきます、はい、で Windows Phone、iOS、Android っていう形の、はい、もうほとんど日本で今発売されているスマートフォンの OS には対応してますので、はいはい、こちらもぜひぜひダウンロードしていただければと思います、はい、わかりました、ということで一人でもみんなでもプレイして楽しめるバイオハザード6なんですが、はい、ぜひこちらも使っていただいて
みんなでお楽しみいただければと思っております。はい、はい、それではですね、今バイオハザード6いろいろねご紹介していただいたんですが、ここからはですねバイオハザードシリーズの関連情報をお願いしたいと思います。はい、わかりました。ここからちょっと会場の方のみなんですが、ちょっと配信の方はごめんなさい、ちょっとスペシャルな方からコメントをいただいてますので、はい、映像コメントをお願いします。ということで皆さん、はい、もちろんもう見てると思いますが、もう絶賛今上映中ということで、はい、かなり大ヒット中なんで、多分ここにいる人は全員見てると思うんですが、うん、もし見ていなければですね、はい、海浜幕張の駅前にも映画館ありますし、うん、多分ご近所にも映画館あると思うので、はい、ぜひバイオハザード5リトリビューションをご覧ください、はい、よろしくお願いします。はい、続きまして2つ目の情報ですけども、はい、これも絶賛、開催中なんですけど、大阪にありますユニバーサル・スタジオ・ジャパンさんとコラボが決定しております。はい、実際ですね、今やってますハロウィン・ホラー・ナイトとバイオハザードのコラボレーションでですね、うん、なんとユニバーサル・スタジオのニューヨークエリアが、はい、夜6時になると、はい、ラクーンシティに変わるという、ラクーンシティとっても素敵な、イベントをやっております。ラクーンシティになったら、ラクーンシティになったらですね、はい、まあ皆さんの好きなゾンビがゾロゾロと出てくる。で記念撮影も、はい、まあ、そんなことは無理なんですね。なぜかというとゾンビが徘徊して動いてて、はい、襲いかかってくるので、そんなゆっくり写真撮る余裕がなくて、まあ、襲いかかってくるんで、はい、なぜかクレアとかジルが現れて助けてくれるという素敵なイベントを開催中です。はい、で期間がね11月11日まで、曜日も決まってまして、金土日月、うん、そしてハロウィンの10月31日のみなので、はい、曜日とかも日にちとか注意してぜひ行ってください、はい、あとですね、うん、ユニバーサルスタジオのターミネーターのアトラクションが、はい、サイバーダイン社っていうのがやってるんですけど、うんうん、アンブレラが買収しまして、6時以降はですねアンブレラの施設になってですね入ると、はい、なんとウォークスルーのアトラクションになっていまして、そうなんですね、ゾンビとかいろんなクリーチャーが皆さんを襲うので、はい、まあ、そこにもちょっとレオンとかね、はい、ちっちゃいシェリーが現れたりして皆さんを導いてくれますので、はい、ぜひお楽しみください。あとフードもありますので、ぜひいろんなものも食べたり飲んだりしてください、はい、ぜひ大阪ですが遊びに行ってください、はい、USJ 情報でした、はい、続きまして3つ目です。はい、スマートフォンアプリのゾンビカフェとのコラボを実施しております。はい、ゲーム内でですね襲撃できる、ボス戦にはバイオ6のキャラクターが登場します。ちょうど今、はい、上がってますね、森に。やけに味のある味のある主役7人がこれ完全にこう開発チームが全監修してますから、ね、はい、この6のカフェは、期間限定ですので、今もう実際始まってますのでぜひ、遊んでください。バイオ6にちなんだですね料理メニューや家具なども展開しております。はい、ぜひお願いします。はい、ではここからはちょっとバトンタッチして、続いて平林さんお願いします。はい、では次のテロップお願いします。はい、北海道の町営タクシー様とのコラボレーションが、決定してます。うん、こちらの方もすでに運行しているんですけれども、はい、バイオハザード6タクシーという形で、レオンバージョン、クリスバージョン、ジェイクバージョンと計3台の、はい、もう北海道所狭しと運行してますので、あの北海道行かれた際には、はい、これ運転手ゾンビなんですかね。これね多分ゾンビになってくれてるはずだと。そうなんです、はい、そうなんだ。じゃあちょっとチェックしにね、僕と佐々木が明日月曜日から北海道行きますので行った方がいいですよ、はい、それは月曜重要なミーティング全部吹っ飛ばす TGS の疲れを癒しにね、はい、行った方がいいですね。出しておきます。わかりました、じゃあ、はい、自腹でお願いします。はい、ぜひ皆さん北海道行った時にチェックしてください。はい、続いてこちら、続いていきましょうか、お願いします。はい、ブリーフィング様とのコラボレーションの、コラボバッグ第2弾という形のものも、予定しております。はい、あのちょうどこうねつけてるのがちょうど、はい、これ何気にずっとアピールしてたんですけれども、しっかりつけてますね。ちょっとカメラを、はい、はい、これ今映ってないからレッグホルスター的な感じで、着用してるんですが、3つの付け方が、はい、できるバッグになってます。はい、ここ今ちょっと映りますかね、DSO のマークもしっかりとここに、本当だ、はい、タグがついてまして、はい、はい、ちょっとテロップ戻していただくと、はい、レオンにも、レオンの方にも着用されてると、はい、おー、はい、このレオン、中国バージョンの、コスチュームのレオンで、中国のステージのね、はいはい、実際ここの部分に銃を入れるレッグホルスターが実際にはついてますけれども、はい、こちらの方をフューチャリングしていただいて、はい、ブリーフィングのデザイナーの小すずめさんに、はい、今回専用で作っていただいた方になりますので、はい、他では売ってないです、はい、E カプコンですね、はい、E カプコンで11月30日から発売という形で今、まさに予約してますので、興味がある方はよろしくお願いします。はい、今回6ね、キャラクターがいろんな衣装なんですよね。そうなんですよ、ね、途中で変わったりするんで、はい、そこが見どころですよ。そうですね、はい、
ぜひ数量限定なのでお早めにお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、はい、続いてこちらです。どうぞ。現状あのカプコンの物販ブースの方にも、はい、出展させていただいてます。はい、ようやくこうバイオハザード6のオリジナルグッズが続々と揃いましたね。はい、揃ってまして、もう本当に今先行発売、はい、TGS で、はい、先行という形で、売っていただいておりますが、はい、T シャツをなんと僕ら着てまして、はい、僕はレオンの DSO ですね。おー、素敵。これが、ジェイクの反省部分の、はい、で僕がこう BSA のクリスバージョンという形になります。という素敵な T シャツも売ってます。はい、隣の7ホールですね。そうです。 E カプコン出張所まで来てくださいね。はい、こちらもあの T シャツ専用のデザインを、作り起こしてますので、はい、見ていただければと思います。はい、そしてさらに、はい、はい、こちらになります。ようやくバイオ6のレオンがフィギュア化されますというところで、うん、あんまりこのバイオハザードってフィギュアをカプコンで専用で作ることってあんまなかったんですよ。うん、はい、でここで久しぶりにキャラクターいっぱいいるし、はい、頑張ろっかと。で、もう今制作の方には、まあ、かなり進みがありまして、はい、この間僕ちょっとモックのモデル見たんですね。はい、まあ、正直かなりイケてる感じで、手応えがあるんで、ぜひぜひ次続報を出す時にはこれですよと、はい、はい、かっこいいレオンを見ていただければなと思います。バイオ6のレオンをお楽しみください。はい、もうちょっと待ちくださいね、情報。はい、楽しみにお待ちください。はい、あともう一個あります、情報が。はい、カプコンバーですね。実際ですね、新宿のカプコンバーでバイオハザードシリーズのメニュー開催してるんですが、うん、なんと10月からですね、6のコラボメニューが実施決定してました。これも期間限定ですので、開催期間とかね、メニューが決まったら公式サイトで発表しますので、ぜひそちらを見て、食べに行ったり飲みに行ったりしてください。お願いします。はい、わかりました。ということで、もう発売も間近ですが、たくさんの、ね、コラボレーションやグッズなどもございますので、公式サイトもぜひこの後もチェックし続けていただけたらと思っております。はい、ということで、そろそろ終了のお時間ということで、はい、で早いです ね、はい、もっともっとお話聞きたかったんですが、今日はじゃあステージの方と、そして放送をご覧の方と、本当にたくさんの方が見ていただいていると思いますの です、ね、皆様にメッセージをいただきたいと思います。はい、では平林さんからお願いします。はい、会場の皆さん、本当にこんなに多く来ていただいてありがとうございます。また配信をご覧の皆様もありがとうございました。バイオハザード6残り、2週間を切る形で、発売を迎えようとしております。通常配信の方もプレイステーション、360、両方の方で、今通常配信の体験版の方を、出させていただいてますので、こちらの方もぜひぜひダウンロードしてプレイしていただきつつ、まあ、待っていただけたらなと思っております。本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。では続いて佐々木さん、お願いします。はい、本当にね、チーム一同頑張りました。本当に過去最大のボリュームで、皆さんに恐怖と感動と興奮を、与えるものができたと思いますので、あと2週間ちょっとだけお待ちいただいて、決して期待裏切れないものにできていると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では最後に小林さんからお願いします。はい、本当に大盛況ということで、皆さんの右側にありますバイオ6の体験コーナーももう終了しております。すいません、もう終わってしまいました。まあでも先ほど平林が言った通りですね、同じレオン、クリス、ジェイクの3キャラクターに関しては、無料体験版配信しておりますので、そちらと同じものですので、ぜひ、お家に帰ってダウンロードしてもらって遊んでいただければと思います。あともう一つ告知なんですけど、さっき実写の映画の紹介をしたんですけど、僕がプロデュースしてますバイオハザードダムネーションという CG 映画がですね、10月27日に公開になっております。レオン主人公で絵でも出てきます。ぜひ皆さん見に行ってください。あと詳しくは、まあ、バイオ6の隣のブースで映画のブースもありますので寄ってってください。そして最後にやっぱり6のことなんですけど、本当に僕シリーズ1作目から関わってもう16年ぐらいになるんですけど、本当にシリーズ最高傑作だとこのバイオ6思っております。かなりボリュームがありまして、全部クリアするのに最低でも30時間ぐらいはかかるんじゃないかなというぐらいボリュームがあります。一人一人ですね、レオン、クリス、ジェイク、そしてエイダ、それぞれ完結しますので、それぞれは、そんな30時間はかかんないんですけど、トータルで30時間、ストーリーモードクリアだけでかかります。ですので今からですね、10月4日、木曜日ですが、金曜日、土日といろいろ皆さんバイオハザード6プレイスケジュールを立てていただいて、まあ、会社がある人は、まあ、休むなり、ちょっと風邪吹くとかですね、いろいろありますが、プレイする準備をしていただいて、十分
楽しめる作品となっておりますので、はい、ぜひ楽しんでください。あと2週間ぐらいです、うん、もう少しだけお待ちください。本日は、本当に短い間でしたけど、こんなにたくさんの方が見ていただいたり来ていただいて大変嬉しく思ってます。引き続きバイオハザードシリーズをよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは大きな拍手でお送りください。小林博之エグゼクティブプロデューサー、佐々木栄一郎ディレクター、平林義明プロデューサーでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。